どうも、吉高です。先日の動画でですね、2021年上半期、僕が購入して良かった服ベスト5みたいな動画をアップしたんですけれども、まあ、気になった方はですね、そちらをご覧いただきたいんですが、今日の動画はですね、2021年上半期、僕が組んで良かったコーディネートベスト5をですね、やっていきたいなと思っております。はい。企画をこすっているということなんですが、まあ、2021年組んだコーディネートの中で僕が個人的に良いなと、まあ、好きだなと思っているものをですね、紹介したいなと思っております。で、まあ、紹介するだけではなくてですね、ちょっとした解説、まあ、どういうところが好きなのかみたいな話もしたいなと思ってるんですが、まあ、僕この、チャンネルでですね、そんなにコーディネートの解説みたいなことしないんですが、まあ、たまにはね、そういうこともやっていきたいなと思っておりますので、最後までご覧いただけると嬉しいです。はい。では早速ね、ランキングでいうところの5位から紹介したいなと思うんですけれども、ちょっとスマホを見ながらやらせてください。はい。まず、ベスト5ですね。こちらになります。ここに出しておきます。はい。こちらのコーディネートね、僕好きだなと思っているんですけれども、まず着用しているアイテムをですね、紹介したいなと思うんですが、まずパーカーがですね、チャンピオンのリバースウィーブ。これ80年代のものですね。で、パンツがヒンソンです。これ上下ともにね、先日の動画で紹介した僕が購入して良かったと思っているもの、ベスト5に入っている、洋服なんですけれども。で、スニーカーがですね、ナイキのエアフォース1と。で、インナーがですね、これタートルネック、ユニクロのヒートテックかな。はい、確かそうだったと思います。僕のこのチャンネルで、タートルネック、何を着てますか、どのブランド着てますかってめちゃくちゃ聞かれるんですけれども、だいたいユニクロのヒートテックです。ごめんなさい、はい、ユニクロのヒートテック着ることが多いです。めっちゃコメントで聞かれるんですけれども、はい。で、このコーディネートどういうところが好きなのかっていう話なんですが、シルエットですね。はい、このマスコットキャラクターみたいなシルエット、これがすごく好きだなと思ってるんですけれども、このブクブクと着膨れしてる感じ、この愛くるしい感じのシルエットがね、すごくね、好きだなと思ってるんですけれども、もう自分で何言ってんねんって話なんですが、このシルエットバランスがですね、僕すごく大好きなんですよね。はい。まあそれぐらいかな。はい。カラーコーディネートとかしないですし、モノトーンですし、本当にシルエットが好きなんですよ。で、ちなみにこのコーディネート、何をするときに着ていったコーディネートなのかって話なんですが、これはですね、お酒を飲みに行くときのコーディネートです。はい。もう本当に気張らずにこうラフな感じの服装なので、汚しても気にならないような、まあ、そういったアイテムで揃えたコーディネートになります。はい。ランキングベスト5、こちらのコーディネートになります。はい。では次、ランキングでいうところのベスト4ですね、こちらです。はい。こちらのコーディネート、どういうアイテムを着用しているのかって話なんですが、まずこのスウェットですね。スウェットはユニクロプラス J のスウェットになります。で、続きましてこのパンツですね。パンツはスタンダードジャーナルのパンツですね。で、シューズが OAOO のスニーカーになります。で、最後にキャップがですね、ニューエラのキャップというところでですね、このコーディネート、どういうところが好きなのかっていう話なんですが、シルエットです。はい。なんでこのシルエットが好きなのかっていう話なんですが、まあ、これアイラインシルエットなんですけれども、アイラインだけども太いアイラインなんですよ。これが好きなんですけれども、アイラインシルエットって、まあ、細い、洋服、細いシルエットの洋服で合わせることが多いと思うんですが、これはですね、太いシルエットでドンとこう気構えるような、まあ、そういう感じのシルエットで仕上げることができたというところがですね、僕個人的に気に入っております。はい、以上です。カラーコーディネートとかもまあしてないですしね。まあ、強いて言うなら、この、スウェットと帽子の色がちょっと近いぐらいかな。ちょっとグラデーションになってるみたいな、まあそんな感じです。で、ちなみに、このコーディネート、何をしていく、何をしに行く時のコーディネートなのかっていうとですね、お酒を飲みに行く時のコーディネートです。はい。まあ、髪の毛セットするのがめんどくさいから、もうキャップパッてかぶって出かけたって感じですかね。はい。続きまして、3つ目、ベスト3ですね、こちらです。はい。こちらのコーディネート、どういったアイテムを着用しているのかって話なんですが、まずトップスがですね、これがユナイテッドアスレの 9.1 オンスの T シャツですね。この前僕が購入して良かったもの紹介でね、紹介したものなんですけれども、
でパンツがですねこれディガベルで、シューズがニューバランス2002というところで、これもですね先日の動画で紹介したものなんですが、あとキャップですね、これもニューエラのキャップですね、さっきのコーディネートと同じです。でこのコーディネート僕どういうところ好きなのかっていう話なんですが、カラーですね、このカラーバランス、このブルートーンでまとめたコーディネートがねすごくいいなと思っていて、キャップがネイビーでパンツもネイビーで、T シャツがですね、ちょっと淡いトーンのブルーで、青色でこう統一したようなコーディネートで、シューズもネイビー基調としてるんですが、こう要所にね苔みたいなこの汚いこのグリーンが入ってるこの抜け感ですねこのバランスがすごく好きだなというところで選ばせていただきました。はい、この色合わせですね、色を統一することでね、コーディネートにまとまりが生まれるので、こんな感じで、同系色でコーディネート合わせてみると、良いのかなというふうな、お話です。はい。で、このコーディネート、僕、どういう時にしたコーディネートなのかっていう話なんですが、お酒を飲みに行く時のコーディネートです。はい。これね、パンツがね、すごくラフなパンツなんですよ。もうスウェットライクなパンツでめちゃくちゃ動きやすいと。で髪の毛もセットするのめんどくさいからキャップをかぶってるという感じで、本当にラフな、気取らないコーディネートというところでご紹介させていただきました。はい、では、ランキングでいうところのベスト2ですね。はい、ベスト2はこちらになります。はい、こちらのコーディネート着用しているアイテムなんですが、まず T シャツがですねこれ酸性、ですね。でパンツがヒンソンのパンツで、シューズがナイキエアフォースワンで、キャップがですねそう中目黒のキャップというところでですね、このコーディネート、僕が好きなところなんですけれども、T シャツですアイテムが好きなんですよ。コーディネートも好きなんですけれども、これ T シャツをねこう主役にしたコーディネートなんですけれども、この主役がこう本当に際立っているのがすごく好きなんですけれども、この T シャツね、背面のプリントがすごく面白くて、ロケバスのプリントがされてるんですよね。で前から見ると本当に味気ないコーディネートなんですよこれって、本当白黒でですね、シルエットもちょっと太いけども、そんなに特徴がないというところなんですが、後ろを向くとこのロケバスのプリントがドンと、もうこのロケバスのプリントを主役にしたコーディネートなんですよね。もうバチッと決まったというところで、すごく好きな、コーディネートですね。はい、でキャップもね、これ本当にお気に入りのキャップなんですけれども、髪の毛セットするのがめんどくさいから、かぶったわけなんですが、はい、お察しだと思うんですけれども、このコーディネート、お酒を飲みに行く時のコーディネートになります。はい、というわけで、最後はいある、ベスト1ですね、一番僕が、好きなお気に入りのコーディネートが、こちらになります。はい、どうですか、良くないですかこれ、めちゃくちゃ。はい、着用しているアイテムなんですけれども、これシャツがスタンダードジャーナルで、パンツもスタンダードジャーナルで、シューズがナイキエアフォースワンで、このインナーのタートルネックはこれはユハですかね、ユハのタートルネックを着ております。このコーディネートめちゃくちゃ好きなんですけれども、これなんで好きなのかっていう話なんですが、シルエットですね。はい、このシルエット何かに似てないですか。だるまみたいなシルエットがすごく好きで、この丸々としたシルエットね、さっきのベスト5で言ったマスコットキャラクターみたいな雰囲気もありますよね。この丸っとした感じのシルエットがですねすごく好きなんですよね。はい、でこの丸っとしたシルエットでちょっとね、なんだろうな、可愛らしい雰囲気があるんですけれども、着用してるアイテムがですね結構ソリッドな雰囲気というか、シャツがねすごくピシッとしておりますし、パンツもねこうやぼったい感じなんですよね。この可愛らしさとこうキリッとしたかっこよさと武骨な雰囲気、この三大形容詞がですね、一つにまとまったコーディネートになりますね。はい、そんな感じでこのコーディネートがすごく、好きな、わけなんですけれども、このコーディネート何を、しに行くときに着ていったコーディネートなのかっていう話なんですが、これはですねお酒を飲みに行くときのコーディネートじゃないんですよね。これはですね、洋服を買いに行くときのコーディネートです。はい、シャツを羽織ったりね、こうセレクトショップに行くときですね、試着とかよくするので、こうシャツをねパンパンパンってこう脱いで試着ができる感じ、前開けじゃないものをね着ていくと、こう毎回こうやってなんか試着するときにこう脱いで髪の毛崩れてこう直してみたいな、すごいめんどくさいじゃないですか。なので、こんな感じの服装をしております。はい、
というわけで、まあ、こんな感じですね。以上、僕が上半期組んでよかったなと思っているコーディネート、ベスト5でした。はい、いかがでしたでしょうか。参考になりましたでしょうか。はい、まあ、こんな感じで僕ね、コーディネートの写真をですね、インスタグラムにアップしておりますので、気になった方はですね、そちらをフォローしていただけると嬉しいなと思っております。はい、というわけで、今日の動画なんですけれども、これぐらいにしておきたいなと思っております。もし今日の動画が少しでも良かったなと思われた方は、高評価ボタンとチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。はい、あと、まあ、さっきも言ったんですけれども、インスタグラムとか、あとツイッターもですね、頑張っているので、そちらもフォローしていただけると嬉しいです。はい、というわけで、今日の動画もですね、最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。